はい、ということでね、マジカルシルクハットでーす。誰がマジカルシルクハットじゃん、お前。俺もう絶対画角無理でしょ、これ。画角絶対映ってないでしょ、マジカルシルクハット映ってるね。マジカルシルクハットね、見て。あ、何マジカルシルクハット映ってる。ダメ、もう俺の膝が遮ってるもん、これ。マジカルシルクハット。マジカルシルクハット。ああ、今気づいたけど、はい、くだらねえんだよ。くだらねえ。だいたいこれがあるのに、ここをやる普通、これに行くでしょ、目がね、まず。はい、ということで、お寿司食べていきまーす。てか、ソファーの上で寿司展開するやつ、おるいないね。意味わからんじゃん。これね、あれ、パーティーって言ってる。じゃあもう、不安定やって。これ大丈夫かな、醤油。醤油大丈夫かな。やばいって、絶対もう。いいよ、お前もう。何がしてんだよ、お前。あ危ないよ。ね、もうギリじゃん、ギリね、見て、カメラ捉えて、ほら、見て、捉えて。ほら、落ちてるやんけ。やだ、もう。落ちてるやんけ、お前、これ。もうさ、もうこの、サブちゃんでしょ、これ。サブちゃんです。サブちゃんだったら分かる。もう俺のこの寿司好き度。ああ、はいはいはい。もう僕、寿司奉行なんですよ。もう許せないんですよ、こういう人は、本当に。でね、じゃあ、まあ、まず、まあ、こうやって持ってさ、で、俺、じゃあ、ちゃんと置くんだよ、違う。摩擦だわ。見て、ここに置くの。これ、こぼれないでしょ。そういう問題じゃないから。こぼれないでしょ。じゃあ最初何から食べますか。いや、迷うね。でもやっぱね、最初は迷うんだよね。いやー、俺はねー、マグロいっちゃう。いやー、マグロの率が高いんだけど、最近ね、油物が好きで、やっぱトロとか炙りサーモンだったりとか、やっぱそういうの一口いって、この乾いた喉を油でちょっとコーティングして、このつるんってさせないっていう感じがね。ちょっと一ついいかな。俺寿司飾ってるのが一番嫌いなんでやねん。なんでじゃん、びっくりした、俺東北出身なのになんでやねんって言っちゃった。なんで本当にうざい。なんで俺お前でうざいってことはまずないんだけど。あ、そう。寿司食うお前はガチでキモいと思ってる。うるせえよ。でもいいよ、そういうの。うるせえよ。頭ガリ、頭がガリ、頭ガリ、うるせえ、頭ガリガリじゃねえ、バランだよ、バランガリとバランだって、ね、ガリとバランだろ。ああ充電ねえじゃねえ、充電しろよ。充電ねえ、まあ、カメラ回す前に充電しろよ。おい、まあ、最初よ。おい、はい、ということで自分の好きなもんから食ってきます。僕は縁側です。いや、まあ縁側うまいんだけど、いや、うまいんだけど、食う場所違うんだよ、もう。縁側みてぇな T シャツ着やがってて、めぇ。やばい。ああ、うまいよね、でもね。ソファーで食うかね。寿司はやっぱ、卓上で食べないと。それが日本人ってもんや。そうですね。ソファーは外国の文化やから。和洋折衷かて、お前。西洋と日本の文化が合わさって和洋折衷で。大体現代文出てくるわ、和洋折衷っていう言葉。そうだな。こうセンター試験の ABCD でな、カッコに当てはまる言葉は何でしょうつって、カッコに当てはまる四字熟語何でしょう、和洋折衷、大体正解や、それが。正解。テーブルに置いて、テーブルに。ほら、ほら、おほら、ほら、ほら、もうやっぱ卓上じゃないと、寿司はやっぱり。そうだな。いや、これうまさ増すね、完全にね。そう、これこそが寿司みたいなところ。やっぱ銀の皿、何がいいかって言ったらね、まあ寿司もさることながら醤油もいいんですよね。そう、醤油がうまいんだよ、銀の皿って。なんか、なんか味がね、普通の醤油よりも濃い。あ、確かにね。濃いでしょ。うん、濃い。この濃いめの醤油がね、このね、もうブリッブリのこの魚と合うわけなんですよね。しかも俺の好きなネタしかない、ここ、全部。あ、そうやろ。これ中トロ。俺どれ食っていいの。食わねえよ。なんで食わせねえよ。食わせねえ。食わせるわけねえだろ。お前あんじゃねえかよ。ネギトロ丼だよ、お前。ほら、お前がネギトロ丼食いたいって言ったんだから、ネギトロ丼。これはマストで。これマスト。マストでサブでこっち。でもお前ネギトロ丼分の値段しか払ってないよ。ああ、そうだよ。ダメよ。あ、そうだよ。でも俺にあっち向いても183回連続買ったらでいい。あ、そうだな。183回。あ、やるぜ。じゃんけんとかもいらねえ。あっち向いてほい。あっち向いてほいだけ。しかも俺が守備。俺が守備やるから、あっち向いてほい。183回守備起きたから俺。あ、いいよ。じゃあ、1、2、3、守備。そう、行くよ。あっち向いてほい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 。えぇー、これマジごめんなさい。何の意外性もなかったよ。ということで、5、6回目くらい。まあでも、参加賞として頼むわけで。あ、そうだ。汚いな、お前はもう。タモさん、そろそろ寿司奉行見せてください。見せねえよ。え、見せねえ。なんでだよ。まだ語り足りねえ。なんだろ。
やもうね、本当にもううるさいな、お前もうまいもうボケ二人ルートみたいがもうルートツッコミねルートあるかじゃあもう、じゃあもう寿司を喋りたいんです、僕がだって、まだ食べてないってすごくない共有より食ってないんだよ、まだ寿司の愛情、寿司の愛情を語り尽くしてから食べるの食べるだから俺食いたいんだけど、俺早くいや、だ食うな、お前はだから、かぐなじゃあ、食わしてよ、だってもうダメですじゃあ、これねまずね、ちょっとじゃあちょっと寄ってもらってねはいこのね、まず美しさをまず楽しまないとやっぱりこのやっぱり彩りの良さこのね、白の縁側赤のマグロときましてホタテで、アナゴなのかわかんないけどで、このバランスの良さで、色ちょっと足んないなってところにちょっと卵ポツンってねどれから食うのがうまいかっていうホタテにしてじゃん、ホタテホタテかいやでも俺ホタテにはうるさいよマジでなんでっていうと俺それ青森出身なんだけど、うん、青森ってホタテめちゃめちゃ有名なの、うん、俺はホタテがこう青森行った時俺もうこうやって生のホタテこうやってあるでしょこの貝をさこうやるやつなんで興味ねえんだよなんで興味ねえんだって興味ねえだろ興味あるだろ俺がホタテをさばくところ絶対興味あるだろ絶対お前らがなくても見てる人は絶対興味あるからな言っとくけどこれ30分動画だからいや絶対言わないふざけんなお前あと15分ぐらい嫌だ嫌だ嫌だずっと喋る食わしてやりよ俺ネギトロ嫌いだからネギトロ食っていいオッケーじゃあネギトロじゃあいただきますね、はい、あ嫌いなのじゃあ俺もこういやお前はなんでだよ金払ってねえからだね金払ってねえからうまいでさ回転寿司スシロー、くら寿司、はま寿司がいっぱいあるじゃんうん銀の皿のネギトロが一番うまい。いやもうそりゃそうですよ。いやもう銀の皿食べちゃったらちょっと回転寿司難しいなってなっちゃう。むずいむずい。どうしてもうますぎちゃうんだってこれも。じゃあこれだってだもう言っちゃえば埼玉よここ。そうだよね。海ないの、うんうん。海ないところでもこのクオリティ出せるって、うん、ありえないから。凄まじいね。いやマジで。超うまい。カッチうまい。超やめて。なてかもう、ありすぎよお前の指導が、うん、え過去3回だけどそれが鬱陶しいお前の指導がマジで3個もあんだよこの次俺の焼肉動画にしようあーいいよそう、うん、俺焼肉奉行俺焼肉奉行いいのよもう寿司動画じゃあもう寿司に集中させて分かったじゃあ早く うるさいわネタを早く下につけるんでしょそうそうネタに先、うん、あーうまそうあーあーすっげえあーすげえもうすげえあーすごいもうこの辺がピクピクしたら分かるすっげえうまそうあーなるほどねあーいい表情あすっげえうまそうあすっげえうまそうこれターボワールドに入っているやばいワールドだんワールドじゃんうんワールドじゃんとかいうそういうのもいらないほんまにうるさかった今俺うるさいね俺らうるさかったもううるさいもう本当にもうやっぱ空気が変わる寿司を仕掛けた瞬間に俺言っとくけどもう全然お笑いどころとかもいらなくていいと思ってる本当にトムさんこの方ネギトロ一つ食べました食わしてよカニの感じはこれ無理なんで、ま、なんでまた強欲に食わしてよいや意味わからないなんでお前それでいけると思ったの無理いけると思ったの無理無理ジャーの使い方大気ぐらい下手だったじゃあ最後僕も中トロ食べてフィニッシュじゃあ最後俺も中トロ食べてバカかなバカかお前バカかなバカかな一番うまいの食べないでじゃあ食う俺これはリアルに630円とかだった気がする、はい、おううわいや、鬱陶しいな、リアクションけど、僕決めました、うん、こんなうまい寿司食えるんだったら、うん、坊主にしてもいいしろよ、お前えしろよ、じゃあ、坊主にじゃあ、この後全部一人で俺やるわ、これいや、じゃあなにこれ何してんの今何してんのこれボツでよろしい何してんの今ボツなわけねえだろボツでいいでしょまあね、お寿司ね、うまそうだと思ったら
チャンネル登録、高評価だけ押してもらえればね。そう、押さなくてもいい、自己満だから。まあ、確かにね。自己満だから。次回はね、俺の焼肉動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。